東京競馬場第9レース青梅特別3歳以上2勝クラスダートコース1600メートルメンバーは15頭です。ダートは依然としてやや重のコンディション。東京競馬場上空は厚い駒に覆われています。風が緩やかに湿り気を帯びながら吹いています。さあゲート入りは芝生の上、2コーナーポケット支点、最後は15番のララエフォール入って15頭ゲート入り完了。スタートしました。少しバラッとしたスタート。まずは芝生の上、出ていくのは2番レブール、6番ロードレイラインは2番手か、ダートに入って2番手になっています。3番手4番ポルトベッキオ並んで12番南洋ビオレ、馬群の中には8番リバーサルバレット3頭広がって、前から6番手は9番フィフティシェビー、直後には1番インペラートル、あとは1馬身半差11番サトミノマロン、1200を切ってその後方に5番フレンチギフト、内馬3番バーンフリート、3馬身後方に13番タケルジャックです。その直後には10番インナーアリュール、あとは1馬身半差14番マブストーク、1000を切っています。その内側に7番ヤマニンバンタジオ、3馬身後方に15番ララエフォールは最後方、3コーナーから4コーナーです。800の標識46秒ぐらいで行っています。先頭2番レブール、リードは首ぐらいです。6番ロードレイラインが2番手、3、4コーナー中間、4番ポルトベッキオ、8番リバーサルバレット、3番手4番手600を切って先段4頭ほぼ横に広がって第4コーナーカーブから直線に向いています。さあ今度は6番ロードレイライン先頭か、内は食い下がって2番レブール、残り 400m 坂を上がっていきます。8番リバーサルバレット3番手、その後方に11番サトミノマロン、馬群の中からようやく3番バーンフリートが追い出して、現在3番手から2番手先頭に変わる格好だ。3番バーンフリート先頭に変わって200を切った。8番リバーサルバレット、11番サトミノバロン、大外を通っては5番フレンチギフト追い込んでくるが、先頭3番バーンフリート、2番手は8番リバーサルバレット、5番フレンチギフト追い込んでくるが、先頭3番バーンフリート合理、2着は5番のフレンチギフト、3着はどうか。8番リバーサルバレットに最後の最後に最後方から追い上げた15番ララエフォール、接戦です。タイムは1分35秒4。